ぞ、マエボ軍団だ。今夜はすっげえバトルが見られるぞ。来たぞ、ラエボ軍団だ。あの戦闘の白いエボ4がきっと妙義山で中里とやったやつだぞ。噂によるとあいつめちゃくちゃ速いって言うぜ。わっ、やっぱりこの間秋名湖で会ったやつだ。スピードスターズだな。俺がエンペラーチーム、リーダーの須藤だ。事前に連絡がいってると思うが、こっちの要求は一つ。アキナの86と下りでやりたい。それだけだ。そっちの要求はどんなことでも飲む。何人とでも、どんな条件のバトルでも、全部受ける。その代わり、そっちが一つでも勝てなかった場合は、チームのステッカーをもらう。いいな。ステッカー？ステッカーなんかどうするんでしょう。さあ、別に構わねえよな。よし、わかった。そうと決まればすぐにバトルに入らせてもらうぜ。俺たちには時間がないからな。一本目からいきなりメインイベントの下りだ。86を出してくれ。そっちは誰が走るんだ？俺だ。車はエボ4だ。池谷、向こうは何人とでもやるって言ってるけど、どうする気だ、匠のバトルの次は。匠が負けたら、次は俺がやる。匠が負けるような相手なら、俺が勝てるわけはないけど、何もしないで、引き下がるわけにはいかねえからな。なら、その後、俺もやるよ。うん。いつも匠にばっかり負担かけすぎてるからな。俺たちだってやるときはやるってとこ見せようぜ。ああ、頼んだぞ、トップバッター。おしげ、うおー、出たぞ、藤原得点、86対エボ4だ。頑張れよ、群馬のダウンヒルヒーロー。気を抜くな、誠治。シミュレーション3で行け。何？本気か、京石。86相手にシミュレーション3？そうだ。俺には分かる。電気みたいなもんが走った。この86はできる。前つばじゃねえ。凌介を任すだけの何かを持ってるんだ。それが何か分かるまでは気が抜けねえ。俺がカウントをやる。いや、カウントはいらない。あ、俺はタイムトライアルじゃなくてバトルだからな。エンジンのパワーの低い方が好きなタイミングでスタートを切るんだ。もう一台はそれに合わせてダッシュする。当然出遅れるが、それが馬力のハンデってことになる。俺たちはこれをハンディキャップ方式って呼んでいるが、それでどうだ。匠がいいならそれでいいぜ。こいつとは確かアキナ湖のそばで一度会ってる。こんな若いガキがアキナの86のドライバーとは考えてもみなかったぜ。敵地でのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがシミュレーション3だ。なぜ86相手にシミュレーション3なんだ。俺にはわかんねえ。匠が飛び出したぞ。行け、匠。
見せてやる。エボ4の凄さじゃなく俺の凄さをな。突っ込んでくるぞ。第一コーナー、エヴォ4が後ろにつけてる。なあ、いくらコーナーで頑張ったところで所詮86は86だろうが。86なんか乗ってるやつはアウトオブガンチュ。頼まれたってバトルなんかしねえや。だけど車がな、今の時代には86はもうダメだ。だけど俺たちは負けることはない。峠の王者はランエボだ。勝つか負けるかなんて走ってみなきゃ分かんねえ。ついて仕方ねえぜ。くそ。なんで時代遅れの86なんかの後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。すぐにケツに使えてろくに踏みやしねえ。フラストレーション溜まりまくりだ。俺とエボ4の辞書には全開って言葉しかねえんだ。こんなポンコツ相手になんでシミュレーション3なんだ。そこまでするほどの相手じゃねえぜ京一。勝負を忘れねえよ政治。してもこのイラつきはなんだ。ムカついて仕方ないぜ。なんで俺はここまでイラついてんだ。なあケスケ。ああ、凌介は何て言ってんだ今日のバトルのことは。兄貴は別に何も、ただ見物に行くならこの場所にしろって言っただけだよ。なんだそれ、ずいぶん意味ありげじゃねえか。まあな、普通に考えたら86が勝つわけないっすけどね。今度ばっかしは相手がランエボだもんな。偉そうに言ってんじゃねえよケンタ。お前の S14 だってな、普通に考えりゃ86よか遅いってことはねえんじゃねえのか。まあそういじめるなよケイスケ。ケンタにとって86とのバトルはいい経験になったんだからさ。まいいけどよ。エンペラーだかなんだか知らねえけど、一つだけはっきり言えることがあら、このアキナの下りで藤原匠とやるならな。
マキナのコースではこの直線が一番長い。抜こうと思えば軽々と前に出られるぜ。ストレートの遅さにじれて前に出たらダメなんだ。くそったらや、我慢できねえ。そのパターンでみんなやられてる。兄貴さえもな。前に出たら負ける？そうだ、わかるかケンタ、この矛盾が。けーいっちまえ。シミュレーションする意じゃなくたってよ、キョイチ。勝ちは文句ねんだろうが、勝ちは。見て、格の違いを思い知るな、これからだ。このままハイテンションの全開走りかまして、バックミラーから消してやるぜ。見てろよ、八幕。ドリフト状態に入ったら、アクセルはベタ踏みで、ステアリング操作のみでコントロールすることもある。 FR のようにアクセルを抜いてコントロールしようとするとかえってアンダーが出ちまう。アクセル全開が四駆の基本だ。四駆を操る上で一番難しいポイントはそこだ。生半可なテクニックじゃ到底振り回すことなんざできねえ。しかしひとたび手なずけちまえ、どんな車もかなわない圧倒的なハイスピードのコーナリングが出てくる。政治なら心配はねえはずだ。だが、何なんだ、この不安感は。ハイスピードで突っ込んで全開で曲がる、ポンコツ FR の低次元のカニ走りとは根本的に違うんだ。先生よく見ておくんだな。もっとも見える距離にいればの話だね。近くにいるわけねえな。遥か後ろだ。ない。離れるどころか張り付いてやがる。そんなバカな、俺のドリフトについてこれるのか。想像以上にやってくれるじゃねえ。そういうことかい。俺がムカついてた理由はストレートでアクセルを開けられないフラストレーションなんかじゃない。本当の理由は86の後ろへついて走ってる時からうすうす気がついていたんだ。認めたくはねえが、俺の方がコーナーではわずかに遅いんだ。ここまではなんとかついていけてる。振り切れない理由はもう一つある。この辺りはアキナのコースの中でも直線が短くてパワーの差が出にくいんだ。だが見てろ、これから先のハイスピードセクションで今度こそバックミラーから消してやるぜ。ランエボ使いのプライドにかけてぶっちぎる。ダラダラとスピードの乗るストレートのゾン付きには必ずヘアピンが来る。それが峠のお約束だ。ほら来た。これから先は車の性能じゃなくドラテクで差をつけてやる。
早い。やっぱ早い。すげえ早い車だ。そろそろ来る頃だな。頭はライアボだ。突っ込んでくるぞ。秋田名物五連ヘアピン。すげえ迫力だ。まるで WRC みたいだ。86はかなり遅れてるぜ。五連ヘアピンの入り口でこんなに遅れてるのは今までのバトルの中で初めてだぞ。今度という今度は86も無理なんじゃねえのか。車が違いすぎるよ。来た。やるか、溝落とし。はい。一体どうやって曲がったんだ。三鷹正志、あれが文太の息子だよ。嘘だろ。おい、どう考えたって文太が転がしてるとしか思えねえよ。どんなにすごい走りか音だけでわかるよ。踏んでる時間が異常に長い。それもベタ踏み。18かそこらの小僧の技じゃないぜ。カエルの子はカエルだってことさ。だがあんな走りをされたんじゃたまらんぜ。エンジンは だが、タイムロスはほとんどないはずだ。どんな車だってこの五連ヘアピンはガクッとスピード落ちる。あれだけ差をつけて86に追い上げられるようなことは何？何があったんだ、そんなバカな。屈辱だぜ。86を振り切れないだぞ。俺のテクとパワーでもか。何なんだこれは。やろう、ふざけんじゃねえ。そろそろだな。どっちが前ですかね、ランエボか、それとも86か。さっきランエボが86の前なら負けるって言いましたよね、ケイスケさん。ああ、先行で逃げ切れないのは俺の体験からもよく分かってる。まるで背後霊みたいに張り付いてきやがるからな。ムキになってパワー任せに逃げようとすれば今度はタイヤが垂れちまうんだ。くそ、離れねえ。ポイントになるのはタイヤの使い方だ。それを知らずに先行するやつは負ける。フロントタイヤが垂れてきやがった。イライラするぜ。コンセントレーションが乱れてしょうがねえ。慌てることはねえ。振り切ろうと思うから焦るんだ。このまま行けば俺の勝ちだろうが。圧倒的に有利な立場にいるのは俺の方だぜ。少しぐらいコーナリングが早くたってコーナーで抜くことなんて不可能だ。ストレートでは俺の方が断然早い。これでよかったんだ。あそこで前に出たのは間違いじゃない。勝つのは俺だぜ、恭一。
86がこれほど走るとは考えてもみなかったな。ディープだぜ、ダウンヒルってやつだ。速い、なんて速い車だ。ケイスケさん、どうしても一つ分かんねえことがあるんですけど。ああ、相手の後ろに背後霊みたいにくっついて離されないとしても86の戦闘力でどうやってエボ4を抜くんですか。確かにダウンヒルは車のパワーの差を小さくすることは分かるけど、どこまで行ってもその差が逆転するってことはないっすよ。ストレートで抜くのは絶望的だし、実力が拮抗した走り屋同士のバトルならコーナーで仕掛けるのも無理でしょう。前へ出れなきゃバトルは負けですよ。まあ見てろ、あえてその説明はしない。もうすぐ俺たちの目の前で起こる現実がその答えだ。俺にはわからない。抜けるはずがない。絶対にありえない。ブレーキングから突っ込みにかけては差を詰めてくるぜ。だがそれはこっちのフロントタイヤが垂れてきたせいだ。所詮86だぜ。コーナーからの立ち上がりは呪い。突っ込みで追いつかれても立ち上がりで突き放せる。前に出て正解だぜ京一。俺がとんでもないミスでもしない限りこのバトルは 100% もらった。早い、今までバトルした車の中ではコーナーからの立ち上がり加速は一番だ。食いつけない、パワーが違う。初めてだこんなこと感じたの。落としても立ち上がりで置いていかれる。この加速力の差をカバーするにはあいつよりずっと速いスピードでコーナーから飛び出すしかない。そうすれば次のコーナーの入り口で並べる。仕方ない、高橋涼介とやった時のあれやるか。溝落としパート2、立ち上がり重視の溝走り。勝負は橋の上のコーナーの一個手前、限界ギリギリのスピードで突っ込んでうまく溝に落とせるかどうか、一発勝負だ。うん、なんか俺いつもと違うな。近いぞ。すぐそこのコーナー手前まで来てる。正直言って俺だって半信半疑なんだ。本当にエボ4を抜けるかどうかなんてな。兄貴でさえ勝てなかった相手に他の奴が勝つわけがない、そう思えるだけさ。絶対勝てよ。俺とのリマッチをやる前にこんなとこでこけやがったら勘弁しねえぜ。八六は後ろだ。ここだ。あっ、もうこの先はねえ。え、86は消えた。なんだそりゃ。86がコーナーの立ち上がりでエボ4に追いついた。何が起こった。終わりだ。陰に疲れた。解体や寸前のポンコツの血しやがって、その速さは何なんだ。そのタイヤが言うことを聞かねえ、クソッタだが。とんでもないバトルだぜ。この後どうなっちまうんだ。どうにもならない。これで決まりだ。コーナーの入り口で86が並んだ時に勝負は決まったんだ。もう一度抜き返すチャンスなんかねえ。なんてこった、つくづく思い知らされた。とんでもねえやつだぜ藤原拓海。終わったのか、お前ら。
アキナの86が止めた。信じられねえ、あのライエボに勝つなんて。君あり、なんか勝った気がしねえ。アキナだからか。勝負のポイントも水落としのタイミングも分かってたもんな。他だったら負けてた。すまん、京一。俺が何に対して怒っているか分かるのか、聖司。なぜ86に負けたのか。お前はその理由を説明できるか。分からねえ。いくら攻め込んでも振り切れないんだ。ストレートで遅い86はなんで食いついてくるのか、どんなテクニックなのか、さっぱり俺には分からなかった。当然だ。バックミラーを覗くだけで何が分かるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことが分かるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。俺の指示通りに戦っていればこんな無様な負けはなかったはずだ。いろは坂の猿じゃねえんだから、ちっと頭使えよ。悪かったよ。これからどうするっすか、教室さん。これでエンペラーの軍マエリア全勝はなくなったわけだ。けどいくら悔やんでもこの一敗が消えるわけじゃねえ。気を取り直して次は赤城へ乗り込む。レッドサンズか。俺の本当の目的は高橋涼介だから、赤城で勝ちさえすれば俺の気は済む。俺が負けなければいいんだ。けど教室さん、アキラの86は俺たちのメンツにかけても負けっぱなしで放っとくわけには。黙ってろ。そんなことはお前らに言われなくても分かってんだ。86のことは任せておけ。一番頭に来てるのはこの俺なんだ。